見てなさい。ホテルからが順調。なりましたか。要は破れたのですね。徹子、ご推察の通り要なら倒したわ。あなたは戦えないんでしょ。もう諦めなさい。私たちは決して諦めません。そう誓ったのですから。みんなちょっと待って、話をしない？ヨウの過去を幻影で見たんだけど、てっちゃんも一緒に映ってたんだよね。それで理由を聞いてみたいなーなんて。ねえ、いいでしょ。変身を解くなんて何の真似ですか。そうね、できるなら私も話を聞いてみたいわね。ヨウから直接聞いたわけでもないし。ええ、何か別の解決策を探すためにも、アッキーを復活させる理由お聞かせくださいませんか。みんなしょうがないわね。戦えない相手に戦闘状態なんて意味ないし。付き合ってあげるわよ。わかりました、お話ししましょう。コンパ流は甘すぎる。問答無用で抑えるべきだ。いいえ、相手が話すと言っている以上聞くべきです。話した後それでも戦うことになったら戦いづらくなるだけだぞ。私はいいと思うよ。ネプちゃんたちと話せばいい案が出るかも。話す時間があればですが、アッキ、いえ、ファントマキアはこの穴の先冥界に封じられています。この穴は
冥界に通じており、私はすでにこの世界のシアエネルギーを集めたシアクリスタルを落としました。そんな、それではもう防ぐ手段は直接冥界に行くぐらいしか。シアエネルギーは冥界に起こされ変質し、ファントマキアはそれを取り込み復活します。ネブー、なに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 、これは絶対何か起きるよね。そうじゃなきゃここまで揺れないよ。な、何が。それに揺れが大きくなってきてる。姫、下がって。これは俺の記憶にもない強い気配を感じる。これがファントマキア、光ある世界に生まれ出ようとして叶わなかった無数の怨念の集合体。憎い、ほふり去る、この楽器裏に剥がされ置くべきか。だから甘いと言ったんだ。完全に出てくる前にやるぞ。ああ、冥界まで行く手間が省けた。悪く思うなよ。地祭りにしてやる。再び邪魔するか。許さん。なんだ、攻撃が弾かれてるぞ。何か特殊な力に守られているようですね。攻撃を通す方法を探さないと。ここは私がそのために連れてきてもらったのですから。えい。姫、どうしたの？何かしようとしてるみたいだけど。そんな、どうしてシェアが束ねられない。当然です。ここは蜘蛛津平坂の奥、冥界の近く。もはやあなたたちがいる世界、ゲーム人界とは言えません。そういえばここに来た時ヨウが言ってたわね。ここにいても役には立たないと。姫の力も知っていたのね。私たちが引きつけるから、その間にみんな何か手を考えて。私は、皆さん、ごめん。姫なら大丈夫。いつも気丈で頑張り屋で、疲れるまでやっちゃう。そんな姫にできないことはない。勇気。シェアとは忠義、信じる力。私は今までずっと姫への忠義を忘れたことはない。たとえ私の心全てが擦り切れようとも。受け取って、アール。力が。でもこれでは勇気が。見つけた、お前だ。お前は必ず潰す。2個だけは。アール姫の邪魔だけはさせません。攻撃が効かなくちゃって、痛くも痒くもないもんね。それにこの程度のピンチじゃ私たちの心の火は消えないよ。姫、私の力も使ってよ。あなた
るんじゃないわよね。一緒にこんなとこまで来たんだから、私と結城、姫はもう国や流派を超えた仲間。ううん、友達でしょ。でも姫に対してこんなの失礼よね。この中で姫と共通点があるのは私だけ。親近感が湧いてくるのよね。落ち着いたらゆっくり話がしたい。姫への思いはここにいる他の誰にも負けませんわ。さあ、この思いを受け取ってくださいまし。みんな、私たちも諦めない気持ちなら、私だって絶対負けない。私も負けず嫌いでな、アスカには負けられないんだ。受け取れ姫さん。姫の力、理解いたしました。私の力をお使いください。正義の力で悪を退けましょう。結局は気持ちが強い方。それも悪くない。記憶は失っているが心はある。受け取れ。皆さんの思いがこんな近くにあったんですね。それは嫌だ。光るんだ。皆さんの思いが、これがこの世界の忍者たち。ファントマキアをひるませるほどの力、私とイオウには足りなかった力ですが、これでは足りません。大丈夫かしらね。ネプコって実力はあるんだけど、空気読めないし、すぐピンチになったりするじゃない。まあ、女神4人とハニパ4人が揃っているから、私が心配することでもないんだけど。はいです。大丈夫ですよ。私たちは、蜘蛛大社や鳩の国の復興のために注力するです。そうですね。信じましょう。どんな難易度のミッションもクリアしてきましたし、やるときはやる皆さんです。ある姫。いえ、これは姫のビジョンですね。ある姫、どうしました？前と様子が違いますね。姫のビジョンが空にも。世界中の皆さん、お願いがあります。喋ったです。声が届いている皆さんにお願いがあります。今この時に世界の危機に立ち向かっている人たちがいます。お願いします。皆さんの力を貸してください。世界を、ゲーム人界を守るために、皆さんの思いを私に託してくれませんか。これってネプコたちのことよね。アール姫もついていったのね。はい、間違いありません。アール姫ならば一緒に行くと思っていました。アール姫は無理してるですか。
前も長い時間使えなかったのにビジョンをこんなに大きく使ったりして心配です。もしかしたら強い思念に反応して幻を見せる蜘蛛平坂の力を利用しているのかもしれないわね。ビジョンの力を持つアール姫と幻を見せる特性を持つ蜘蛛平坂、偶然なのかしら。いえ、これは必然です。鳩の国や他国の忍者たち、伝説の巫女の血を引く姫、そして蜘蛛平坂、きっと何かが起こると思っていました。すでに秋が目覚めたのだとすれば、アール姫がすることはただ一つ。もしかしてアール姫はシエを束ねるためビジョンを使って。わかったです。えい、ネプネプたちのため。そうですか。そういうことなら私もやるわ。皆さんと共にこの世界のために共に戦いましょう。アントマキアにはこの世界中ほぼ全てのシェアが取り込まれています。それに比べてあなた方はたった10人。ええ、分かっていますわ。だからといって黙っているだけなんて耐えられませんわ。たとえ10人でも。メール、そうねと言いたいところだけど現実的じゃないわ。さすがに無理よ。ひるませただけでも上出来だろ。今のうちにみんなで叩くってのはどうだ。先制攻撃が全く効かなかったのに、このまま戦っても私たちの力だけでは到底及ばない。世界中のみんなにも助けてもらうっていうのはどうかな。私って誰とでも仲良くなれるし、みんな助けてくれると思うんだ。あれ、今いいこと言っちゃったんじゃないかな。ネプちゃんなら仲良くはできると思うけど、それこそ無理そう。アッキだっていつまでもひるんでないよ。いえ、できます。私のビジョンなら世界中に伝えられます。そんなのダメに決まってるでしょ。世界中になんて使ったら姫が倒れてしまう。時間がありません。結城は私を信じてくれるのでしょう。だから私も自分を信じてみます。世界中の皆さん、お願いがあります。姫、分かった。迷ってごめん。最後まで姫を信じる。せめてそばで支えさせて。お願い、世界中の人たち、姫に応えてくれ。私は V の国の R と申します。伝説の巫女の血を引く者としてどうしてもお伝えしなければいけないことがあります。声が届いている皆さんにお願いがあります。今この時に世界の危機に立ち向かっている人たちがいます。シェアが集まってきてる。シェアってこういうのだったんだ。温かい。お願いします。皆さんの力を貸してください。世界を、ゲーム人界を守るために。皆さんの思いを私に託してくれませんか。きたー、どんどん集まってくるよ。アール姫の思いみんなに届いたんだ。私たちが集めた力より強い輝き、どこ
こにこれほどの力が、シェアがあったというのですか？シェアは心の力、誰かを、世界を、思う心。世界からシェアエネルギーを奪い尽くしても、人々の心の力に限界はありません。姫、一緒に。はい、たくさんの気持ちを受け取りました。ありがとう。使わせてもらいます。この世界のみんなの思い、ゲームカマ。なぜだ、なぜ、なぜ。周りにあった黒い力が消えた。これならいけそうだな。ああ、いける。俺の忍者としての記憶がそう言っている。皆さん、油断しないでください。まだ力を残しています。うん、あとはみんなを信じて最後まで戦う。舞い忍びます。さあ、ラストバトルだ。ガス木星よ。ゲーム人界のみんなの思い、見せてあげるわ。全てを滅する。やるじゃない。まずいわね。
るじゃない。この技で終わりね。それそれ、はっ、無駄よ。これはどう、はっ、無駄よ、はっ、やるじゃない。やるじゃない。勇気、休んでてよ。そこ当たれ。よっと、いくよ。まだこれぐらいで。林、落ち着こう。今だ。よっと、いやっ、てってって、そこそこ、よっと、ダメー、てってって、ふぅ、もう終わりか。ダメー、てってって、そこ引かない。よっと、せーの、こっちだよ、よっと、そら、ノワール、たまれば、やるじゃない。それそれ、受け止める。これはどう、仕留めるわよ。終わりね。やるじゃない。勇気、休んでくれ。当たれ当たれ、ノワール、たまれば、激しく燃える火のごとし、女神四人の真の力、どう、これがコンパニーよ。こんなものかしらね。終わったわね。おとなしく寝てたのに、誰かさんに起こされ、運が悪かったと思うのね。そんな、ファントマキアが負けるなんて。勝てた。これが姫の、仲間の勝利なんだ。やっぱりみんなは、私が信じた通りだった。なぜ、なんだ。これなんだろう、なんかゲーム機っぽいね。ネプちゃんたちが好きなやつ。ちょっと見せてください。ふむ、これは初めて目にしますわ。私が知らないとなると、古いものなんじゃないの。それだけ悪鬼が長く封印されてたってことでしょ。そっちはともかく、徹子はどうするんだ。もう手は残されてないよな。ええ、妖は破れ、ファントマキアを復活させることも失敗に終わりました。私にはもう何の策も残されていません。悪鬼と戦う前に語ろうとしていたこの世界に侵略してきた理由、ファントマキアを蘇らせる理由をお聞きしても。戦う相手が欲しかったんだ。よう、無事なのですか。
ミーが死んだみたいな顔をするな。こいつらは徹子同様スイートなやつらだ。一緒にされるのは心外だ。殺せば解決というわけではないからな。生きていればいずれ仲間になることだってある。戦う相手が欲しいとはどういうことなんですか？ミーの記憶を見ただろう。徹子の国が勝ち、その後も圧倒的な勝利を重ね、いずれ世界は争いのない平和な世界になった。争いもなく平和になったんでしょ？それだけですごいことよ。だがそれは滅びの道だった。戦う相手がいなくなれば力はシェアは必要ない。そして世界からシェアが消えかけていた。何？戦う相手がいなくては記憶が戻らない。大変なことだぞ。はい、大変なことでした。シェアを生み出す強い心とは、相手がいて争いがあるから生まれていたのです。私たちがそれに気づいた時はすでに手遅れでした。ミーたちと戦おうというものは現れず、さらなる実力を見せたり勢力を分けて戦ってもシェアは生まれず、むしろ減る一方だった。弱い方を応援したいみたいな感じかしら。勝利して名が上がるほど、何をしても上げ足取りされて批判されて叩かれて炎上する。辛かったわよね。そこで私たちの次元とは別のところから戦う相手を探す必要がありました。いくつかの次元を超え、この次元にたどり着いたのです。ファントマキアをミーの次元に連れて行き、ミーたちの国がファントマキアと戦い続ける。あんなやつどうやって連れて行く気だったんだ。話は通じなかったし、戦い続けるったっていつか倒すだろ。ファントマキアはこの次元では悪鬼と呼ばれていますが、本来はシェアを使うことができる神のような存在です。その身は不死身に近いでしょう。次元が違えば、そして日の当たる場所に出られていたとしたら、そこに国が生まれ、それを守護する存在となっていたかもしれません。あり得る。いえ、設定としてはありますわね。悪魔が主役で神と戦うようなゲームなど、それこそ無数にあります。ファントマキアの恨みは、いえ、恨みの原動力はこの世界に向いており、私とようであればコントロールすることもできました。そんなにうまくいくか。もし連れて行って戦い続けられたとしても、倒さないとシェアは下がる。それにバレたら終わりだろう。それは分かっていた。だが他に手がなかった。一時的でも徹子の国を、次元を救いたかった。それが守護者たるミーの役目だ。分かっています。これは私たちの都合です。この世界をめちゃくちゃにして誤って許されるわけがないけれど、諦めきれなかった。本当にごめんなさい。どうしよう。まあ私たちもいつもしのぎを削り合って国取りしてるから、今度は次元を超えた国取りだったってことだよ。そうだな。私たちも戦い自体は否定できない。それがお前たちの戦う理由だったというなら何も言えない。はい、あなたたちの正義は分かりました。謝るべきは正々堂々と来なかったこと。卑怯な行いは許せません。私は終わったことは気にしない。だが勝ったのは私たちだ。それは忘れるなよ。はい、
あなたたちは強かった。力も心も。私たちは諦めないと誓ったのに。私は謝罪だけなんて許さないわよ。あなたたちは侵略してきたんだから。迷惑かけた国や人を助けて。もうそれくらいでいいでしょ？ノワールが怒っているというふうに見せかけて、手を差し伸べているのは分かってるわ。ミーたちにできることなら、復興は手伝おう。スチームレギオンも解散し、この次元の忍者たちは、元の国に戻らせる。そういうのも後にしましょう。それよりもそんな辛そうな顔はやめてもらえないかしら。これをあげるから。ファントマキアから生まれたもの。どういうことだ？これを私たちの次元に持っていけば、新たな神、そしてそこに国が生まれるかもしれない。そうすれば、この世界のように競争が生まれるかも。ミーたちの次元が蘇る、その可能性がある。すべて終わったつもりでいたが、諦めるのはまだ早いと、そういうことなのか。あ、そうよ。それが言いたかったの。きっと私たちみたいな美しい神、女神に生まれ変わるわよ。違うわね。その顔は絶対に何も考えてなかった顔よ。私の話を止めたのは、暗くてシリアスな雰囲気が嫌だっただけでしょ。うん、でもなんかネプちゃんらしい。結果オーライだよね、アッキ。いえ、ファントマキアはあなたたちに託します。これで伝説の巫女のお役目は終わりですね。これからは伝説じゃない巫女に変えないとね。それだと特別な感じがしないな。巫女姫とかどう？からかってますね。安心して、どんな姫でも私はついてくよ。皆さんありがとうございます。大切にしますね。ユウたち、迷惑をかけたな。テツコ、これからもよろしく頼む。やっと笑顔が戻ってきたわね。丸く収まったってことで、最終ミッションクリアよ。さて、大名として今回の顛末を書き記しておきましょう。後の世のために。超忍者対戦。突如襲来したスチームレギオンが仕掛けてきた対戦。忍者たちの働きによりその脅威は退けられました。チームノバの修理も完了した。ミーたちは自分たちの次元、国に帰る。そっか、せっかく仲良くなれたのにな。ごめんなさい。私たちはゲーム機を使って次元を復活させてみせます。まだ諦めません。うん、頑張ってね。どんな失敗も全て修行。諦めなければいつかたどり着ける。俺も行こう。貴様たちの次元とやらに連れて行け。ミーたちの次元についてくるのか。再び帰ってこれるかはわからないぞ。歌方、そこへ行け。俺は手がかりがあるならやるだけだ。うん、そうだったね。けどそのキーワードだけでついていくなんて、マックールっては徹底してるよね。私も記憶喪失キャラとして見習わないとだね。それだけではない。あの風景もだ。ヨウの記憶にあった。クモツヒラサカのミーの記憶。つまり、ミーたちの次元のことか。なぜだかわからんが、懐かしさを感じた。
俺のなくした記憶が故郷だと言っている気がする。なくした記憶が言ってるんだ。思い込みじゃないといいけど。でも行ってみないとわからないし、思い出すといいね。坊さんも次元を超えてきた可能性があるということですね。わかりました。一緒に来て構いません。俺は記憶を失ったが、貴様らのことは忘れない。また会おう。うん、約束だよ。記憶が戻っても戻らなくても、マックールはマックールだから。それじゃあまたね。スチームレギオンは去り、各国は復興を始めました。そして多大な活躍をした V の国の伝説の巫女アール姫とその忍者の勇気は。姫、今日もいい匂いがする。どんな味がするのかな。味見してみてもいい？勇気、やめてください。それに何にも味はしません。塩対応すぎるよ、姫。それにベールの時と態度が違う気がする。もしかして私のこと嫌？ベールさんは他国の方ですから、失礼があってはいけませんし、勇気だって分かっているでしょう。それに勇気のことが嫌なわけないじゃありませんか。お二人を見ていると、もどかしくてキュンとしてくるです。私と、アイちゃんみたいですね。そうかしら。もどかしいことなんてもうないでしょ。ほら、私もコンパと…何を言わせたいのよ。この騒がしさは平和の証ですね。皆さん、鳩の国の復興を学び、V の国にも生かすはずが、これでは毎日遊んでいるだけです。気にしないでください。アール姫たちは今回の功労者ですし、女神四人の強い希望もありましたから。姫、天気もいいしデートでも行こう。約束したでしょ。鳩の国のプリン団子ってのアンするよ。ですから、私は遊びに来ているわけではなく、大名の娘としてイストワール様のお仕事を学ぶために来ているんです。復興なら外を見た方がいいって。分かった。歩くと疲れるから嫌なんだよね。私が抱っこする。それならいいでしょ。ほら。もっとダメです。離れなさい。からかってるだけですよね。昔の勇気はこんなんじゃなかったのに。私も鳩の国で勉強したんだ、忠義を示す方法をね。姫やみんなにどこか壁を作っていたけど、やめた。私もあーんやデートをしてみたいです。アイちゃん、試しにお願いしてもいいですか。コンパまで。ダメよ。みんな平和になっておかしくなってるだけ。私まで影響されるわけには。でも試すぐらいなら。いい加減にしてください。皆さんまでネプテューヌさんたちみたいにならないでください。わかりました。そんなに暇なら全員にミッションを与えます。働きなさい。まったくもう。さて、仕事の続きを。多大な活躍をした忍者女神四人とハニパ四人を忘れてはいけません。彼女たちは。今宵こそは鳩の国のシェアクリスタルを破壊します。それが私たちの任務ですから。また来たのね。いいわ、いつも通り追い返してあげるわよ。
同じだと思うなよ。新しい技を試させてもらう。威勢はいいが、どうせ大層な名前をつけただけだろ。ま、嫌いじゃねえけどな。言っておくが、私はいつでも本気だ。油断していると、やけどじゃ済まないぞ。自分たちだけが成長をしていると思っているなら、やけどをするのはあなたたちになりますわよ。そろそろ行くよ。これが私たちだから。本当に懲りないわね。いいわ、女神の力、思い知らせてあげる。うん、お互いにね。アスカ、舞い忍びます。いざ